はい、えー、今回はワードプレスブログで初心者が月10万円収益化する方法ということで、えー、この記事の解説をしていきたいと思います。で、えーまあ、この記事なんですけれども、まあ、順番に、何、えー、ですかね、ブログ解説から、記事執筆から、まあ、あと、やっちゃいけないこととかね、えー、そういうのをまとめています。で、文字数的にも7000文字以上ありまして、まあ、結構長いんで、えー、何回か繰り返し読んでいただいて、 えーまあ、実践していただければ嬉しいかなと思っておりますで。早速見ていきたいと思うんですけれども、最初にチェックポイントを作りました。で、えー、これ、みんなね、あのやってるよみたいな、もうすでにやってるよみたいな方いらっしゃるかもしれないんですけれども、あのー、やれるではなくて、もう目をつむって、なんていうか、もう適当にパソコンいじっッもできるぐらい、それぐらい落とし込んでいただきたいなと思います。 でまずチェックポイント、ワードプレスでブログを解説している。まあ、これはやってらっしゃる方多いかなと思いますけど、もしやっていなければ解説してみてください。でい,いろいろ、ね、設定もしっかりしなきゃいけない部分ありますので、そちらも確認していきます。ASP 案件をチェックしている。これめちゃくちゃ重要なんですよね。この2番。で A8、もしもあげましたけど、まあ、他にもいっぱいあるんですが、この2つは最低。 えー、チェックしていただきたいかなと思います。もう即登録して、もういろんな案件を見てほしいですね。A8 はいっぱい案件ありますし、もしもはですね、楽天とか Amazon とかも提携できますので、まあ、こちらも必須かなと思います。で、この広告案件を頭に入れるというのはものすごい重要ですね、はいで。自分が扱った案件が稼げないケースもありますしい、あるいは自分の書いてるジャンル、もう100記事書いたけど、 紹介できるものが何一つないみたいなね、そういうこともあるんですよね。で、そうなると、やっぱり稼げないんですよ。なので、まあ、できるだけ早い段階で、この ASP 案件は、ある程度、くまなくチェックしていただきたいかなと思います。これ、大変な作業なんですけれども、今後、半年、1年を左右する、そういうものになるんで、早めにチェックしてください。記事を書くよりも重要な作業かもしれないですね。それぐらい重要な作業です。 で自分の発信ジャンルを勉強しているですねで。キーワード選定をしている。見出したタイトルを一生懸命練っている。記事装飾している。書いた記事をプレビュー、またはリライトしている。これ結構重要ですね。あと内部リンクを意識している。まあ、この段階では、まあ、なんか、はい、いろいろ言ってるなぐらいで思っていただければ OK です。ここから一個一個見ていきます。まず、ブログ解説ですねで。ブログ解説に関しては、ワードプレスでブログ解説してください。無料ブログだとですね、まあ、広告が、ね、いい位置に貼れなかったりとか、まあ、いろんな弊害がありまして、 え収益化があちょっっと難ししくなってままいます、まあ、全くできないかって言われたらまあそんなことはないんですけれども、まあ、広告がねいい位置に貼れないとかそういうのは結構大変っていうかうーん、まあ、結構厳しい,い,い感じになるんでね、えー、ワードプレスで解説するようにしてください。 ブログの始め方はあ、このハウィングでの副業の始め方という記事で、えー、解説しています、はいえー。順番にやっていただければあブログ解説できますし、いい無料で頼める WordPress 解説サポートサービスというのもやっておりますので、えー、ぜひこちらからあ応募というかあ申し込んでみてください。はいまあ、こんな感じで,で、ね、ズ、あのームで画面を お見せていただきながら、まあ、ここ右上クリックしてくださいみたいな、えー、プラグインをこ,これを入れてくださいみたいなね、えー、のをやります。まあ、かなり早くできると思います。1時間半ぐらいで、えー、終わりますので、s、え、e、ーまあ、サーチコンソールとかそういうす、ね、べての登録すべて含めて終わりますのでね、ね、えー、ぜひ応募していただきたいと思います。1人でやると本当に何日もかかってしまう作業になりますので、えー、ぜひぜひ利用してください。で次、WordPress テーマを選ぶということですね。 はいまあ、こちらも解説してるんですけど、いろいろあります、考え方は。あなんですけれども、まあ、僕はザットールっていうのを多く使っているというだけで、まあ他のテーマもいいテーマあります。アフィンガーとかね。えーえー、ありますんで、えー、いろんな比較してますので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、ザットールだとかだとね、えー、このブログ記事にもいっぱい操作方法ありますし、えーまあ、僕は動画で解説してるのもあるんで、まあ、やりやすいかもしれないです。あと、スウェルとかもありますよね。で、比較記事いっぱいありますんで、ぜひ見てみてください。はい、ということですね。 でえー、ここからですよね。えー、収益化に必要な ASP に登録する。この ASP は本当に大事です。大事です。さっきのワールドプレステーマとかね、もうすでに入れてる人は変える必要ないんで、えー、そこはもう正直、今からやる人向けです。で、すでにブログを運営されてる方は、ここからが重要です。収益化に必要な ASP。まず A8 ともしもは絶対チェックしてください。で、バリューコマー,ースも入れました。ちょっと毛並みが違うというか。 あなん波が違うというの言い方あれですけど、なんか違うね、他の ASP とは違うような、えー、旅行系の案件とか扱っているんで、まあ、バリューコーバースにしました。ほ、まあ、他にもいろいろあります。で、えー、まず A8 をチェックしてください。はい。ここが鉄板なんでね。えー、で、も本当にいろんな案件見たほうがいいです。その知識がね、最終的に役立ちますんで、えー、このチェック、今ね、ブログ毎日書いてるという人は本当にチェックしてください。紹介できる広告がなかったら、もう収益が難しいです。そ,ういうそれぐらい重要です。 でまずブログ記事を2、3記事書いてください。はい、でブログ記事を書く習慣をつけることが大事です。で最初の2、3記事、何書けばいいかって話なんですけども、も、まあ、基本的にはプロフィールとブログを書くに至ったきっかけを、まあ、1記事にまとめる。自分のプロフィールとなぜブログを書いたのかを1記事にまとめて。でえー、もう2、3記事は、まあ、自分が執筆したいジャンルをパパーっと書いて。ASP 登録して、まあ、ジャンルをパーッと見てね。えーでまあ、執筆ジャンルをこの ASP から決めるというのが大事です。 はい、もう稼ぐんならそれです。稼ぐんなら。自分の書きたいチャンネルでずーっと書いていたら、もしかしたら、もうなんていうんですか、本当に収益化できない可能性もあります。あります。なので、えー、気をつけていただきたいなと思います。広告ありきですね、稼ぐ場合は。で、僕のようにまあ自分のサービスがちょっとあるっていう場合はです、ね、まあ、広告なくても,も問題はないんですけれどもね、えー、ただほとんどの人はあ自分のサービス持ってらっしゃらないと思うんで、えー、絶対にこの ASP チェックしてください。 で、ジャンル選定編ですけれども、月10万円となると、やっぱジャンル選定が必須になってきます。で、どのジャンルでも月1万から5万ぐらいなら稼げると思います。アドセンスとか貼っていれば、あ月1万円ぐらいならいけますけれども、じゃあ月10万円となるとですね、やっぱジャンル選定がいるということで、まあ、広告があるかどうか、あるいは高単価かどうかっていうのもありますね。この辺もですね、ASP をチェック、くまなくチェックしている人だったら分かると思うんですね。もう感覚的に分かってくるんですけれども、ASP を見てないとですね、全く分かんないですね。なので ASP リサーチは本当に重要です。 本当に重要、はい、僕もそれで稼げるようになりましたからね。はい、ずっと,、えーっとですね、半年以上記事を書いて全くダメで,で、ブログ運営から10ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、そ,こその時に ASP を A8 の案件全部見たんですよ。当時6000件ぐらいだったと思うんですけど、それ全部見た結果、稼げるようになりました、やっぱり。えー、なので、えー、見るだけでもだいぶ変わりますので、ね、本当チェックしてください。それぐらい重要です。 で、10記事ほど書いてアドセンス申請します。まあ、10記事内でも通るんですけども、まあ、目安として10記事にしています。あまり多く書きすぎてもダメです。まあ、10記事ぐらいが妥当かなと思います。5記事から10記事ぐらいですね。で、Amazon アトシエイト、楽天アフィリエイトなどに登録します。まあ、もしもアフィリエイトから申請もできますので、えー、ぜひ申請してみてください。まあ、もしもアフィリエイトの方が申請が簡単な、申請が簡単というよりは、審査が簡単な気がしています。 制約を狙う案件を決める。これ重要ですね。はいまあ、3個前後と書いてあるんですけれども、うんまああまあ、3個ぐらいですかね。うん、<laughs> 同じことを言ってますけれども、まあ、3個ぐらいあればあ、その3個を徹底的に調べて、えー、記事を書いていくというのが、まあ、基本線です、まあ。そんな単純ではないですよね。いろんなキーワード選定とかありますけれども、お初心者の方がまずやるならこれかなと思いますね。で、Amazon、楽天の中から3個前後ということですね。はい。 で、記事執筆編です。で、えー、記事執筆はですね、キーワード選定がものすごく重要になってきます。で、えーまあ、別記事にまとめました。えー、ブログ初心者が意地でも知っておきたい記事の書き方10選、えー。詳細に解説してますんで、ぜひご覧ください。えー、このね、解説10選。この10個、本当にマスターしてほしいですね、これは。これは最低限なんですよ。10個、これをマスターしたからといって絶対稼げるというわけじゃないんですけど、何て言うんですかね、それがないと土俵に立てないという感じです。 もう相撲に例えますと、この10個を覚えて初めて土俵に立てる。でそこで初めて相手と勝負するってことですね。で勝負した結果、負けるかもしれないし、勝つかもしれないです。ただ、まず土俵に立たなきゃいけないんで、土俵に立つために、この10個、必ずできるようになってください。でき,できるというよりはもう、もう片手までできるぐらい,、はい、もう鼻歌歌いながらできるぐらい落とし込んでいただきたいと思います。それができないと、ちょっと稼ぐのは難しいです、はい。そんな難しいことではないです。はい、慣れれば、慣れればそんな難しいことではないです。 で次ですね。適度にリライトするということは、これ結構重要で、えー、ある程度記事を書くとですね、リライトした方が順位が上がるという事態が起こり得ます。はい、新記事を入れるより、リライトした方がグッとブログの全体の順位が上がっていくというのがありますね。まあ、大体2、30記事書いたら、もうリライトしていいんじゃないですかね、はいで。リライトに関してはいろんな考え方ありますけれども、大きく 2, 2種類リライトがあります。1個は検索順位を見てリライトする方法です。サーチコンソールとかデータを見て。 リライトしていくんですねこう、えー、検索よくネットで言われているのが検索50以内だったらリライトして OK とか30以内だったらリライトとかね、えー、上位の記事からリライトしましょうというのが1個ありますけれども初心者の方は順位に入っていない可能性があるんですよねもうあ。ありとあらゆる記事が入っていないとで。そういう場合は他の参考になるブログ記事を見ながらリライトするという方法があります。 えーまあ、いいブログ記事をちょっと2、3個見つけてきて、その記事装飾とかを見ながらリライトするという。で、初心者の方はこっちを先にやってほしいです。まず、いいブログを見つけていただいて、記事装飾とか、その文章の構成とか、あそういうのをしっかり研究していただいて、リライトすると。そうすると、ある程度のクオリティの記事はできますんで、で、その記事を作ってから、作ってから、あー 最終的に順位がついて、その順位に基づいたリライトをやっていただきたいですね。はいということですね。で、次、制約した記事を徹底的に分析するということで、まあ、制約しましたら、その記事を分析してくださいということなんですけれども、まだ制約1回もしてないという方はこれできないんで、まあ、後回しにしていただいて構いません。で、ワードプレスで収益化を加速するために重要なことなんですけれども、単価の高い案件を狙ってくださいはい。これはものすごく重要です。 単価が1000円以上って書いてありますけれども、2、3000円以上あればいいかなと思います。えー、5000円以上の案件も狙えると収入はかなり上がりますけれども、まあ、このあたりのさじ加減はですね、まあ、個人個人違ってくるんですが、単価が1000円以内とかですね、まあ、そういうのはかなり厳しいですね、正直。なので、えー、単価は絶対1000円以上のものを選んでください。えー、2、3000円ぐらいがいいかなと思いますね。2、3000円以上ですね。はい で、記事を書く前に明確なゴールを決めてください。で、えー、このゴールがあるかないかが、稼げる稼げないを分けるんですよね。例えば、あなたが記事を書きますと。書くときに、じゃあ、この記事は、どの案件を制約させるために書いてるのか。この記事を読んでもらった読者に何をしてもらいたいのかっていうのを、最初に頭に思い描いてください。 で記事を書く前のゴールは以下のようなものが挙げられますということで、最終的にどの商品で収益化するか、どの記事で収益化するか、その収益化記事にどう集客していくかということですね。で、ゴール、ちょっと書きましたけれども、5000円の案件を20件制約か、えー、1000円の案件を100件制約とかね、Google a d セン e 先だったら30万、40万 PB が必要みたいな、そういうゴールになるわけですから、あーこのゴールをまず明確に思い描いて決めてください。はい、で、えー、そこを狙っていくということですね。 で、ダメなゴール設定、月収10万とか、ブログで月10万 PV、これダメなゴール設定です。で、いいゴール設定は、こう、具体的になっています。で、まあ、これもですね、正直まだ甘いんですけれども、もっと細かく、細かくゴールを決めてください。で、そこのゴールに向かって、毎日作業をしていくというのが大事です。狙う案件と目標件数を明確にしてください。はい。これ、すごい重要です。なんとなくでは、やっぱダメなんですよ。なんとなくは一番ダメです。もう明確に間違ってもいいから、 狙う案件と目標件数を明確にして記事を書いてください。これ間違ったいいです。でも明確にすることが大事です。で、次ですね。PV 数より収益の考え方です。まあ、PV 数大事なんですけど、えーまあ、正直、PV 数少なくても稼げます。なので、えー、1ヶ月 5000PV ぐらいで、ね、月5万とかも普通にできますし、えーね、10万 PV あるけど、月2、3万、アドセンスだけみたいな。ブログもありますで。アドセンスの場合、落ちてしまったらおしまいですから。 あもうおしまいというか何回も申請すればいいんですけど、合格しなかったらね、大変なんで、えー、まあ、少ない PV 数で稼げるね、ブログを持っていた方が僕はいいかなとは思っています。で、まあ、最後にマインド面になりますけれども、全力でまず1万円稼いでください。全力で1万円稼ぐということですね。もうこれはね、1万円稼ぐまで本当全力でやってください。最初が大事なんですよ。最初が大事。最初ガーンってやって、本当にもう頑張るしかない。はい、いろいろ勉強してね。 最初が一番大変です。で、1万円稼げるようになれば、ワードプレスの記事執筆もスムーズにできるようになってますし、キーワードセンターもできてるはずなんで、まあ、あその先はね、えー、順調に収益上げられると思います。で、月1万円ブログで稼げるんであれば、ライターで稼ぐこともできますんで、まあ、いろんな道がね、えー、広がってきます。なので、えー、まずは全力で1万円稼いでください。で、ブログで収益化するときにやってはいけないこと。 僕はは無料テーマで運営するのはやめた方がいいいと思っていますただ、あまあお金の面がありますんでね、まあ、そこは強制ではないですけども、僕も無料テーマでやってました、昔は。えー、ですけどもね、やっぱりう,うまくいかないですし、えー、無料テーマってね、あのー、ライバルチェックの餌食になっちゃうんですよ。あのー、例えば、あライバルチェック、ね、キーワード選定勉強されてる方だったら、ね、あのライバルチェック教わってるかもしれないですけれども、じゃライバルチェックしたときに、えー、ライバルサイト弱いとこ狙いましょうって言うんですよね。 で弱いところって何なのかっていうと、僕の中の基準は、まあ、無料ブログで運営している。あとはデザインがちゃんとしていない。あと無料テーマで運営しているっていうことなんですよ。無料テーマで運営しているブログが上位に来てたら、まあ、はっきり言って狙,狙っていくんですね。なので、まあ、そこはちょっと欠点かなとは思いますね。あと、有料テーマだとちょっと操作面で楽かなっていうのはあります。ただ、あのー、もうすでにね、ブログ運営して,し,てしまってると。 で何十記事でも書いてるっていう方が、まあ、今から切り替える必要があるのかっていうと、まあ、それはないかなというふうには思いますので、えー、今から始める方はですね、いろいろ有料テーマを検討していただければと思います。で、次ですね、ライバルチェックをしない。これはだめってことですね。ライバルは絶対チェックしましょう。このライバルチェックっていうか、他の人のブログを読まないっていう方は結構多いんで、読んでください。自分の記事を書くことだけに集中すると、うん、成長しません。そして稼げません。 ライバルの動向、そして、えー、他の人のいいなと思うブログを読んでください、えー。で、ライバルチェックのポイントをまとめました。余白がどうなっているのか、開業の頻度は、アフィリエイトリンクはどのように貼っているか、画像の付け方、タイトルの付け方、サイドバーの構成、メニューの構成、記事の情報量もいろいろあります。もこれだけじゃないんですよ。全部盗み取ってください。コピペはダメです。コピペはダメですけど、 全部盗み取っていただきたいというふうに思います。で、次、バナーを貼りまくるですね。あの広告を貼りまくるのは NG です。はい。たまにですけれども、まあ、広告を貼りまくればクリックが多くなるだろうみたいなね。でそしたら収益だみたいな感じあるんですけれども、バナー貼り,まくな貼りまくらないでください。1記事に、そうですね。僕は0個なんですけど、じゃあ貼らなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。テキスト広告でね、十分なんで。 えー、もしいい広告を貼るという場合はテキスト広告をちょこちょこ貼りましょうということですね。はい、で最後にブログサポートもやってますという話です。えー、他県の個別ゼミということで、個別でこうやって Zoom で相談いただけるサービスもやっています。はい で限定コンテンツも一応用意してまして、その S 覧もできますということですね。まあ、検索1位記事の分析とかですね、えー、検索上位に入った記事の分析とか、アドセンスとアフィリエイトを同時攻略する戦略とか、そういう限定コンテンツがあります。ズームで相談できるので記事添削とかもや,りやっておりますで。次、3ヶ月で稼ぐブログ×ライター収入構築プログラムというのもやっています。まあ、これはかなり高いですけれども、3ヶ月,3ヶ月で月2万円。 稼ぐという,うプログラムです。で、ブログとライター両方やっていただきます。で、ぶっちゃけかなり厳しいです。えこちらからお断りしたケースもかなりあります。えーあのー、始まる前にですね、Zoom で面談させていただいて、えーまあ、こちらで、えーまあ、受けていただく方を決めるということですね。はい。普通にお断りします。これは結構厳しいです、こっちは。まあ、こっちの個別ゼミは別に全然優しいんですけどもね。はい、という感じです。で、えー、月10万円収益化ですね。達成可能です。 ま正直達成可能ですけれども、おこの記事の内容っていうかですね、一つ一つの作業を、何ていうんですかね、知ってるではダメなんですよね。もう、片手まで、こうやって、何て言うんですかね、もう,こう適当にやってもできるぐらい、そこまでやってほしいんですね。コンビニ店員がレジを打つような、パパパパパパーって、ベテラン店員です。レジを簡単に打てるぐらいのスピード感でできるようになってほしいんですね。はい。そこまでできて、初めてできたっていうことなんで、えー、ぜひですね、 一つ一つの作業をもう片手までできるぐらいまで頑張ってやっていただきたいなというふうに思います。まだ一個一個考えて作業している段階では稼げるようになりませんので、えー、ぜひ、ね、一個一個丁寧にやっていただいて、えー、何ヶ月かかかると思いますけれども、ね、えー、もう片手まで作業できるようになってくださいというお話でした。えーまあ、ぜひ、ね、何回も読んでいただいて、分からないことがあれば、質問も Twitter とかで受け付けてますので、ぜひ。えー ツイッターはどこにありましたかね。上の方に、まず記事の初めに、ここにあるのと記事、記事読み終わった後にもあると思いますんで、そうですね。はい。質問フォームもありますね。たけの質問箱もあります。まあ、どちらでもいいので、ぜひ、えー、あの質問していただけたらと思います。ただ質問フォーム気づくのちょっと遅くなるかもしれないです。ツイッターの方が早いかなと思いますけれどもね。はい、よろしくお願いします。ということで、今回以上です。ありがとうございました。